歌川広重、東海道五十三次、関関宿は、三重県亀山市にある江戸時代における東海道の宿場の故障である。現在も、東西及分間の旧、東海道沿いに、当時の宿場の古い町並みが残されている。国の重要伝統的建造物群保存地区及び、旧建設省選定の日本の道百選の一つ。 東海道53時の47番目の宿場である。三重県の北西端、鈴鹿山脈の山裾に位置しており、2005年1月11日に平成の大合併で亀山市に合併された石町があったところでもある。古代からの交通の要衝で人身の乱の頃に古代三世紀の一つ、伊勢鈴鹿絶が置かれた。江戸時代も東の追い分けからは伊勢別街道。 西の追い分けからは、山都街道が分岐する活気ある宿場町であった。東の追い分けから西の追い分けまでの約1 8トルにわたり、伝統的な町屋が200棟以上現存するなど、町並みがよく保存され、重要伝統的建造物群保存地区と日本の道、百選に選定されている。軽方向に向かって撮影。鈴鹿山系の山並みが見える。 江戸方向に向かって撮影。東の追い分けの鳥居。左が江戸、右が京、鳥居をくぐった先が伊勢神宮へ向かう伊勢別街道105銀行席、支店地蔵院、合図屋宿場の名は、荒地の席、不破の席と共に、日本三席に数えられ、670年頃に軍事上の目的で設置された鈴鹿の席に由来する。人身の乱に、 大甘王子が鈴鹿の関を閉ざしたことは有名である。現在に続く関宿の町並みは、天正年間に伊勢国領主で戦国武将であった関森信が領内の道路を改修したことに始まり、慶長6年に徳川家康が行った宿液制度によって、東海道47番目の宿場となってから本格的に整備された。東の追い分けで、 伊勢別街道を分岐し、西の追い分けで大和街道と分かれる立地条件から旅人の通行も頻繁になり、江戸時代は宿場として大変賑わったと言われる。戦後、旧東街道の宿場の大半が旧体をとどめない、中で関宿は江戸時代当時の宿場の賑わいを彷彿させる街並みが残されていたことから、街並み保存の機運が次第に高まり、 1980年2月に地元有志を中心に町並み保存会が結成され、同年6月には関町において関町関宿伝統的建造物群保存条例を制定した。条例制定以降は多くの町屋を伝統的建造物として保存と修復がなされ、1984年12月には関宿の面積25ヘクタールに及ぶ地区を対象に、 全国で20番目、三重県では、初となる、国の、重要伝統的建造物保存地区に選定された。さらに、1986年8月10日に、歴史性と信愛性を基準に、東海道の宿場町、関宿として、旧建設省と、道の日実行委員会により制定された、日本の道百選にも選ばれている。坂下塾までの史跡。 見どころ北緯34度51分5.99秒、統計136度24分1.27秒、亀山市関宿伝統的建造物群保存地区以下は文化庁のデータを参照。ありがとうございます。